1997年カナダグランプリは1997年の F1 世界選手権第7戦として6月15日にサーキットジルビルヌーブで開催された。この時点で3勝を挙げているジャックビルヌーブの外戦レースとなったが、わずか2周目に単独クラッシュする結果に終わった。このレースでもグッドイヤータイヤ勢はタイヤの異常摩耗に悩まされ、52周目には首位を。 走るマクラーレンのデビット・クルサードが予定外のピットイン、タイヤ交換後にエンジンストールを演じてしまう。その直後に、プロストのオリビエ・パニスがスピンし、タイヤバリアにクラッシュ。この事故処理のためにセーフティカーが導入されたが、クラッシュしたマシンがコースを塞ぐ形になったため、56周目に赤旗が掲示され中断、そのままレース終了となった。規定により54周目の順位が、 正式リザルトとなり、ミハイル・シューマッハが、ポール・ツ・ウィンで、優勝。2位には、ベネトンのジャン・アレジ。3位には、ジョーダンのジャン・カルロ・フィジュケラが、自身初の表彰台を獲得した。また、プロストの中野真治は、自身初の6位入賞を果たしたが、チームメイトのクラッシュによるポイントだったために浮かない、表情であった。なお、パニスは両足を骨折。 そのゴルクセンブルクグランプリで復帰するまで7戦の欠場を余儀なくされた。ありがとうございます。